はい。いつもありがとうございます。中村です。え今日はですね、いつもとちょっと思考を変えてね、お話ししていきたいと思います。機械設計技術者を目指す皆さんへということで、えこういうテーマでね、お話ししていきます。3D CAD のね、未来と可能性ということに言及してお話ししていきたいんですけども、機械設計のね、技術者を目指しておられる若い方、 向けにね、機械設計技術者っていうのはどういうものかっていう全体像と、それから 3D CAD ですね、これについてお話ししていきたいと思います。はい、えー、まずですね、機械設計といってもいろいろな仕事の種類があってですね、難易度も様々ですね。で、僕は5つに分かれると思ってて、この下に書いてあるね、1から5番の5つあると思ってます。 で、下に行けば行くほど経験と努力が必要で難しい仕事ですね。一番上の CAD オペレーターが一番簡単なあ習得しやすいということになります。で、順番にね、ちょっとお話ししていきますと、一番の CAD オペレーターですね。これはね、CAD が使えるスキルがある人ですね。CAD の操作を覚えるのもね、これ、一苦労なんですけども、2D CAD3D CAD あって、まあ、どちらにしてもちゃんと操作ができるとパソコンが使えてマウスとキーボードがちゃんと使えてソフトもちゃんと使えるという人が CAD が使えるスキルがある人ですねでねこの CAD を使えるようになるだけで仕事があるんですねやっぱりそれだけ CAD を使えるようになるのには時間がかかりますし、えー、難しい技術ということでね まずこの CAD を使えるようになるというのが大前提です。で、機械設計技術者になろうと思うと、もうこの CAD が使えるというのが必須ですね。もう運送業をやるのに運転免許証が必要だというのと同じぐらいの話だと思ってください。だからまず CAD を使えるようになると。まずそこを努力してください。で、次ですね。CAD が使えるようになったら、機械製図ができるようにならないとダメなんですね。 これはどういう人かというと、右に書いてますけど、組み立て計画図から部品図へバラしができるという作業なんですね。このバラシっていう作業はどういうことかというと、部品図を製図するということですね。部品を作る図面をかけるという技術ですね。そういう技術がある人のことを製図ができる人と言います。機械設計っていうのはね、組み立てた状態で装置を 設計すするわけですけでどもそのくっついた状態ですね物が完成した設計図の状態から部品に一つ一つバラバラにしてでそれに記号や寸法を入れて部品図を完成させるとそういう仕事になりますね。これはねいろいろな記号を覚えたり寸法の入れ方を覚えたりそれから加工の知識それから材料の知識ですね。 あと重量計算したりいろんな技術が必要なのでここができるようになるにはまあ、おおよそ10年と言われていますで、僕がね製図がもうそこそこできるようになったなと思ったのは28歳の時で、えー、22歳の時から仕事してるのでねまあ、約6年はかかったということですねちなみにねさっきの CAD オペレーターですけども私が入社した時は2ヶ月間のね、研修期間があって CAD を毎日触ると いう風にして教えてもらったんですけどもだいたい毎日2ヶ月やって40日間ぐらいですねやってそこそこ CAD は触れるレベルになりましたはい次3番の詳細設計ができる人ということでこれはね参考図面があって同じ機械を設計できますよというレベルの人を指しますこれはね2番の製図ができるというようになった人が次のステップアップになるんですけども 機械を、ね、詳細に設計でできる人す例えばそうですね例えば搬送装置とかねの製図をずっとやってきて搬送装置がどんな構造をしててどんな部品がついてるかというのが分かってきた人がえ同じ搬送装置をちょっと仕様が違うものを設計できるというレベルですね。 詳細設計ができるためには、当然その機械の部品、どんな構造で動いてて、どんな部品がついてるかとで、どんな仕様なのかっていうのを理解してないといけないので、まあそのあたりね、分かってきた人が詳細設計ができる人ということだと思います。これは多分15年ぐらいかかると思いますね。で、私がね、この2番から3番のレベルに移行しようとした時にね、機械設計技術者資格というのを取りました。 32歳の時にね1級を取得したんですけども 2>, 2級を取ってから1級にステップアップしましたで2級を取ったのが28歳の時ですねこの2番の製図ができる人になったなと思った時に2級を取って次のステップアップをねしたいなと思った時に1級を取得しました3番のね詳細設計ができる人になろうと思うとやっぱり機械の深い知識が必要なのでね 機械設計技術者資格っていうのは非常に、えー、有用だと思いますので概要欄にね機械設計技術者資格のリンクを貼っておきますのでよろしければご覧になってくださいはいでは次の4番ですね基本設計ができる人とこれはですね技術計算ができないとダメですね必要な能力を出すにはどれぐらいのワットのモーターがいるのかとかどれぐらいのジャッキが必要かとか あと材料力学とかね、機械力学とか、そのあたりが計算できないと、機械の仕様は決めることができないので、計算ができないとどうしようもないですね。これが4番の基本設計ができる人っていうことですね。この基本設計というのは、お客様からあ依頼があった時に最初の基本的な仕様を決める作業になるので、これはもう経験と知識。この2つですね。これは両方がいる作業になります。 はい、で最後に5番ですね構想設計アイディアが出せる人ということで、えー、無から構造やシステムが設計できるということでこれは4番とまたちょっと違うハイレベルな話になるんですけども何て言うんですかね今まで自分が設計してきた機械ではなくて全く新しい発想ができる人っていうのが世の中にはいるんですけどもそういう人になるっていうことですね。 これはね、何というか普段からちょっと機械に対してすごく興味がある人しかなれないようなレベルの人だと思いますで。いろんな機械に興味があってね、いろんな構造を知ってると。で、自分が設計してきた機械以外のことにも興味を持ってる人がこういうレベルになれると思いますね。意外とね、仕事だけやってきて自分の会社のね、製品しか設計してない人はこのレベルにはちょっといけないと思います。機械全体の成り立ちとかいろいろなね、 機械を見てきた人ですね、勉強してきた人それが5番のアイデアを出せる人構想設計をできる人だと思います私もねこの5番のレベルになれるようにね日々努力をしてる最中ですねなかなかこのレベルにはなれないと思いますはいちょっと前置きが長くなったんですけど 3DCAD の未来はということで これどうなっていくかっていうのは私はある程度、うん、予測というかねこうなっていくだろうなっていうのを思っててですね多分ね数年以内に 2DCAD はなくなると思いますこれはね私の仕事仲間から聞いてる話で全く同じ意見なんですけどねみんなそう言ってますね 2DCAD は多分なくなるでしょうということなので 2DCAD しか今使えないという若い方がいたらいち早く 3DCAD を覚えた方がいいと思いますね 2DCAD から 3DCAD に、ね、移行しないあんまり二の足を踏んでる人の話を聞くとですね 3DCAD の有用性を認識できてないんですねでこれはね使ってみないとわからないとこもあって私もね 3DCAD インベンターを使い出してからメリットがすごく分かりましたね1つ言えるのは 3DCAD は 2DCAD の延長上位機種ではないということですね えー、よく話に聞くんですけどね、あの、2D CAD をスペシャルに使えるんだけど、3D CAD は使え,使えない人。で、3D CAD なんて 2D CAD の延長でしょと。ただ立体にしてるだけだろうと。頭の中で構造を浮かべれない人が使うもんだよなんていう人がいるんですけど、全然そんなことなくてですね、3D CAD はね、バーチャル空間で製品を作ってるのと同じなんですね。 これね、もう時代の流れで皆さん、あの、よくわかると思うんですけど、3D でね、映像が出たり、写真からね、3D 画像を作れたり、データを作れたりする世の中になってきてるんですけども、この CAD もね、3DCAD で設計すると何が起こるかっていうと、CAD の中でね、一回製品を作ってるのと同じなんですね。後でちょっとお見せしようと思うんですけど、組み立ての検討とかね、干渉検討とか、 あと材質から強度計算からすべて 3D CAD の中で完結するんですね。もちろんね、技術者としての経験は必要なんですけども、3D CAD の威力はそれぐらいすごいということですね。で、それと 3D CAD のもう一つのメリットは現場作業への落とし込みが容易というのがあります。これちょっとね、具体的にお見せしようと思うんですけども、はい、こちらですね。 はい、これがね、えー、組み立て図の一例なんですけどモーターユニットの組み立て図ということで、ね、今までの時代はねこういう組み立て図を見て組み立て作業者が組み立てをしてるということですねまあこれ4つぐらいしか部品ついてませんけどもっと実際は複雑にね何百個と部品がついてるものがあるわけですけどもこれをですね 3DCAD の組み立て図に置き換えるとどうなるかというと はい。これがね、3D で書いた組み立て図になります、まあ。いわゆるアイソメトリック図、長官図とかいうやつなんですけども、これにするとね、現場の人が非常に理解しやすいんですね。まあ、プラモデルでよくある組み立て図なんですけども、割とね、組み立て経験の浅い方でも組み立てる手順とか、どこにどんな部品がついてるかっていうのがわかりやすいんですね。この先ほどのね、 この組み立て図と比べるともう明らかですよね。まあ、我々熟練者のね、図面見慣れてる人がこの組み立て図を見ると、さっきのね、長管図が頭に浮かんで組み立てれるわけですけども、慣れてない人はね、やっぱりなかなかそうはならないみたいで、この図面があるとね、あ、こういうふうに組み立てるんだねというのがすぐに分かってもらえるので、これがね、現場作業者への落とし込みがしやすいというのはそういう意味です。 で、昔知人から聞いた話なんですけども、まあ、大手のあるメーカーさんでね、えー、現場のパートの方に組み立てをしてもらうのになかなか組み立て図では理解してもらえないということで、えー、組み立て手順のマニュアルをね、3D の動画で提供しているというお話をされてました。それは 3DCAD で書いて、それをアニメーションで流すとで。タッチパネルでね、操作して流すっていう取り組みを始めてますと。 いうお話をされてたのがもう20年前ですね。あさすが大手さんだなというふうに感心したのを覚えてますけど、まあ、今からちょっとお見せしますけども、はい、こういうふうにね、えー、組み立てた状態の 3D の絵を分解シミュレーションというのができるんですね。まあ、組み立てシミュレーションですね。ちょっとお見せします。 はいこういう感じですねこういう風にね動画で見せることで組み立てる人が組み立て手順とかねそういうのが分かりやすいというメリットがあるんですねこれからねどんどん通信の技術も発達してそれから 3D でねパソコンに表示するのもパソコンの能力が上がってますのでねまあ一人一台タブレットを持ってこの動画マニュアルを見ながらね組み立てるなんていう日も来るんじゃないかなと思いますまあ既にそうなってるところもねたくさんあると思うんですけどもね なかなかこう町工場レベルではそこまで行ってないのが実情だと思います。はい。そういう意味で、えー、現場作業者への落とし込みが良いと。非常に 3D のメリットがありますよということです。で、最後ですね、作図しなくてもいい未来がすぐそこに来てるというふうに、えー、私は感じててですね、今 3D でね、立体を作ってパーツを作って、で、最後に製図をしてるのは今までと 2DCAD と同じ流れなんですけども、もう製造しなくてもね、CADCAM で製造ができる時代にはなってます。もう間違いなくなってますね。私が今設計をしている製品でね、板金製品が結構多いんですけども、板金屋さんにデータ渡しただけでね、作ってくれるんですね。まあ一応チェックのためにね、あのデータとこちらの糸がずれがない確認のために作図はしててね、図面も渡してるんですけども、 ステップファイルという 3D データを板金屋さんに渡してそれでそのデータをもとに板金屋さんをが展開をするとで確認のために図面を見てチェックしてもらってるんですけどそういう流れになってるんですねもうで板金でなくても、えー、CNC のね複合旋盤とか5軸のマシニングセンターとかああいう加工機械加工品をやってるところもね 3D データをないですかと言われることもちょこちょこありますね 3D データは非常にそういう意味でね、えー、未来の可能性を含んでるのでねもう作図しなくてもいい未来があまあ10年後か20年後か分かりませんけども、まあ、すぐそこに来てるんじゃないかなというふうに感じています。はい、今日はね、えー、ということで、えー、技術者の全体像と 3DCAD の、ね、メリットとか未来とかお話しさせてもらいました。まあ、私の予想がね、ぴったたりり当たるかかかどどうかは分かりませんけども、 現場でね、設計をしてて非常に肌感覚でね、そういう風なことを感じてますのでね、えー、皆さんご参考にしていただけたらと思います。はい、今日は機械設計技術者を目指す皆さんへということで、3DCAD の未来と可能性についてお話ししました。今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お気に召されましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。